高木森道、高木森道、高木森道、1941年7月17日体は、元プロ野球選手、プロ野球監督、野球解説者、愛知県名古屋市生まれ、岐阜県岐阜市育ち。現役時代は中日ドラゴンズで活躍し、引退後は、コーチ、監督を歴任した。初代、西沢道を、三代目、立浪和義と共に、 二代目、ミスタードラゴンズと呼ばれる。2007年1月より2012年11月25日まで、中日ドラゴンズ OB 会会長。2012年から2013年まで、再び中日の監督を務めた。8月19日、当時10歳だった高木は、後に選手としてプレーする、中日スタジアム、後の名古屋球場の一、一塁、側スタンドで兄と共に、 読売ジャイアンツ、巨人戦を観戦していた。その試合の3回裏、ネット裏上段から出火し、内野席、球場施設がほぼ全焼し、死者3人、重軽傷者318人を出す、第3次、中日スタジアム火災が発生した。高木も、この火災に巻き込まれたが、危うくことなきを得た。1957年、県立岐阜商業高校に進学。 当初は遊撃手だったが、肩を痛めて二塁手に転校。一年生の時に、長島修を、当時立教大学四年生にコーチを受けた。長島は、高木の才能を見抜き、監督に、高木をレギュラーとして使うように進め、その結果、高木はすぐにレギュラーを取りチームの中核となった。なお、遊撃手だった高木を二塁手に、 転校させるよう監督に提案した人も長島である。3年春には第31回選抜高等学校野球大会に出場。決勝まで進んだが中京商業、現、中京大中京高校に敗れ準優勝に終わる。最後の夏は県予選で敗れた。高校3年夏の甲子園大会終了後は、プロからの誘いがなく OB の援護を頼って卒業後は、 早稲田大学に進学する予定だったが、地元球団、中日から急遽オファーが届き、入団する。中日に入団、同年5月7日の大太陽ホエルズ戦で、ダイソーとして初出場、初投類を記録。この試合で、宮本若から、プロ入り初打席初本塁打を打った。から二塁手のレギュラーとなる、同年に50投塁を記録して、 最多盗塁のタイトルを獲得。中と塩と1.2番を組み、前年に放出された森透に代わり、江藤新一と共に、中日の新たなスター選手とな、以後、と3度の盗塁王に輝く瞬足に加えて、打撃では1969年に24本塁打するなど、通算236本塁打を記録しており、守備ではバックトスやグラブトスなどを、たびたび披露した。 一二度の打率3割を記録するが、5月の巨人戦で、堀内つねから顔面に支給を受け、一時は意識不明となる。その影響で、バッティングフォームを崩し、長期にわたる打率の低迷を余儀なくされる。しかし徐々に打望も復活し、2はリードオフマンとして、チームの20年ぶりの優勝に貢献した。初打席初本塁打を記録した選手で、通算200本塁打。 通算2000安打を記録した選手は高木が初めてで、あり、また通算で200本塁打、200ギラを合わせて記録した選手も高木が初めてである。1974年、優勝決定翌日の10月13日に、予定されていた、高楽園球場の対読売ジャイアンツシーズン、最終戦ダブルヘッダーは、長嶋茂雄の引退試合であったが、降雨で14日に順延してしまい、 中日の優勝パレードと日程が重なった。そのため、大島康則、藤波幸雄などの若手や、引退直前だった、広野伊佐を含む、準レギュラー級選手のみを出場させ、中日のレギュラー選手は、同日の名古屋での優勝セレモニーのために、欠場する要求団に言い渡された。この通達に、高木は、偉大なる選手になんて失礼なことを、と、大いに憤慨し、球団に、 その通達の撤回と、それが無理ならば、せめて自分だけでも出場させてほしいと抗議した。しかしその願いは、聞き入れられず、高木は優勝セレモニーで、終始ムスッとした表情をしていた。高木は後に、長島へ電話し、謝罪したという、月刊ドラゴンズでは、星野先日も、同様に電話で謝罪したとの記述がある。オリオンズと対戦した、同年の日本シリーズでは、 初戦からサヨナラ打を打つなど大活躍する。後楽園球場での第4戦でも金田亀広から初回戦闘打者本塁打を放つがその試合の3打席目で自打球を左足に当て負傷退場。検査の結果全治3週間の骨折で高木は第6戦で復帰するも中日はロッテに敗れた。4月5日、対広島東洋カープ1回戦。 広島市民球場で1回表高橋聡から中前安打を放ち日本プロ野球 NPB 史上11人目中日の早抜き野手としては初となる通算2000本安打を達成した主力の衰えもあり中俊夫が監督に就任した限りで現役引退二類種としてベスト97回は史上最多である同年シーズン終了後に 名古屋球場で行われたセリーグオールスター東西大抗では同年引退した一歳上で自身より一年早くプロ入りした王貞治と共に引退セレモニーが行われた。引退の際には王さんが引退したら自分がプロ野球選手で最年長になる。最年長の選手は相応のプレーを見せなければならないが自分にはそのプレッシャーに耐えられる強さがなかったと発言している。 翌1981年のオープン戦で引退試合が行われた。一軍作戦守備コーチ、対二軍監督、対一軍守備コーチを務めた。1986年には山内和弘監督の途中休養を受け、同年7月6日からシーズン終了まで代理監督を務めた。1987年から CBC 野球解説者となるが、オフ。 星野先一の監督の辞任を受け、公認として監督に就任する。初年度となったは、シーズン後半に上位チームに前戦をするものの、主力選手の故障等も響いて60勝70敗の最下位となる。なお、この年のセントラルリーグは全球団が60勝台であった。は優勝したヤクルトに前半大差をつけられるも、後半一時は逆転して首位に立ったが、 最終的に2位となる。特に9月5日の対阪神タイガース21回戦では、トーマス・オマリーのソロホームラン1点打に抑えていた。先発の山本正宏を7回で降板させたが、点数も7から1。そこから、後続のピッチャーが8回1点、9回に8点を取られて大逆転負けを喫した。高木は、試合後、私が悪かったと選手に頭を下げ、シーズン終了後には、 中日がペナントを取れなかったのは、この試合にあるとまで言われた。また、落合博光は後に、実著でこの試合を振り返って、勝負時では、おごりは禁物である。誤った再敗を招くからであると、中4日でこの試合でも102球投げていた山本を、変えたのは、まだしも、当時リリーフエースだった、各源氏を出すタイミングを誤ったことに苦言を呈し、何点勝っていても、 手を緩めずに完璧に叩きのめしたことを相手の記憶に植え付けなければいけないと述べてる。同年オフには1991年オフに不祥事を起こして横浜対応ホエールズ、当時横浜ベイスターズを解雇され2年間資格停止処分を受けていた中山博明を打撃投手として採用し翌シーズン途中から選手として現役復帰させた。は 首位巨人に前半戦で大差をつけられるが、後半戦は巨人のもたつきもあり、猛追して、とうとう同率首位に立ち、両、チームともこの年の130試合目の最終戦で、勝った方が、リーグ優勝という日本プロや史上に残る10.8、決戦を迎えたが、結果的に敗戦で終える。シーズン終盤には監督交代の話が上がっていたが、後半戦の躍進が評価され、翌年も、 続投となった。しかし、は、投手陣の崩壊、故障者続出により、チームは、低迷を続けた。そのため、成績不振の責任を取り、シーズン途中で監督を解任された。監督としての最後の試合となった同年6月2日の大半審戦では、ともより正人と審判への暴行により退場処分を受けた。同シーズンは、当初は、徳武貞介が、 監督代行を務めたが、その徳武もシーズン途中で解任され、その後はシーズン終了まで、島野育夫が監督代代行を務めた。当時、玉まに打つが三振が多かった山崎武氏を起用し続け、山崎は高木の監督退任後の翌年には本類打王になっている。からは再び CBC 野球解説者、中日新聞野球評論家となる。オフには、 中日の次期監督候補として、谷沢健一、野村克也らと共に名前が挙がったが、この時は監督復帰は実現せず、落合博光が就任した。野球伝道入り。また、この年の日本シリーズ第一戦で、始球式を務めた。彼らは中俊夫に代わり、中日 OB 会の会長も務めた。9月22日、落合監督の後任として、 シーズンから指揮を取ることが、球団から発表された。まさに晴天の霹靂で驚いています。落合さんという大監督の後ということもあり悩みはしましたが、やはり野球人間なのでしょう。この年齢になっても、もう一度チャンスをいただけましたので、全力で頑張る覚悟ですと、球団広報を通じてコメントした。は、シーズン2位に終わり、クライマックスシリーズでは、 ファイナルステージで巨人に3減少の後の3連敗で3勝4敗で敗退。この年、チームは12年ぶりの B クラスの4位に終わり、セリーグ後球団に負け越す結果となった。B クラスが確定した9月25日に今季限りで退任する意向であることが、中日新聞が伝え、10月8日に退任の会見を行った。退任後は、もあり、 評論活動は、CBC テレビ CBC ラジオの野球中継での、副音声ゲストなど、散発的なものとなっている。現役時代の優勝経験は、巨人の v 級時代も重なってか1974年の一度だけだったが、巨人の v 級を阻んだ優勝でもある。また、コーチ時代はに一度経験している。通算で二度リーグ優勝を経験しているが、 日本シリーズではいずれも2勝4敗で敗れており、日本一は一度もない。主に打低投げ高だった時代に活躍し、通算236本塁打は2塁での、先発出場率が90%を超えている。選手中では歴代最多である。レンジファクター系指標による2塁守備は、通算でプロ野球史上歴代最高値を出している。野球史や、 テレビ番組などでのプロ野球歴代ベストナイン等の企画では、プロ野球史上最高の二類種として高木が選出されたことがある。高木は二類種として2179試合11477守備機会、5327視察、5866補殺、284失策、1373閉殺という通算守備記録を残している。 すべてに類種、プロ野球歴代1位。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。